ヤワタ市立男山第三中学校は、京都府ヤワタ市男山笹さ谷さに所在する公立中学校。通称、みなか。ヤワタ市で3校目の中学校として1975年に開校した中学校である、男山団地北部と橋本地区、西山地区を校区としている。校地は、鉄筋3階建て校舎3棟、体育館、ヤワ県道場。 グラウンドからなり、他の私立中学校と同様にプールは導入されていない。学校給食が2017年5月1日より導入されている。制服は指定のものを着用することになっている。体育系文化系かつて存在した部活動八万市では、公立学校選択制が導入されていないため、この2校の小学校区在住の場合、 私立中学校への進学は原則男山第三中学校となる。1999年7月9日朝、部活動をするために体育館に入った教師が体育館床にコンクリート片が落下しているのを発見した。怪我人はいなかった。8日夜から9日朝にかけてコンクリート製の柱の上端が縦4 6トル、横2 7トル。 厚さ10センチメートルにわたって落下した。市は13日までに柱のひび割れ部分に樹脂を注入したり、さらに崩落しそうな部分を取り去る承知をした。男山第三中学校の体育館は、鉄筋コンクリート作りで18本のコンクリート柱が屋根を支えている構造で、同じ広報の私立学校の体育館を点検することになった。二千三年五月十三日、 長野県飯田市島田の天竜川で修学旅行に来ていた男山第三中学校3年生25人と引率の教師2人、先導2人の計29人が乗った観光船が転覆した。29人全員が救助され、生徒1人が頭部打撲の軽い怪我をし、先導1人があばら骨の折れる重傷を負った。事故は天竜橋の上流約300メートル付近で起きた。 修学旅行中の3年生226人が9隻の船に分かれて弁天港を出発し、下流にある終点の時また港に向かったが、このうち2隻目に出発した船が転覆した。転覆した2隻目は、水深が浅く流れも急な天竜川といたちが沢の合流する付近で岩にぶつかり、船底から浸水、全員が船外へ投げ出された。 その後自力で岸まで泳ぎ着いたり、後続の船やたまたま居合わせたボートに乗った人に助け出されたりして、全員が救助された。転覆後、約500メートル流された生徒もいたという。問題の岩は、左岸から約4メートルの水中に先端を数センチ覗かせた状態であり、船は船首部分からやや斜めに岩へ乗り上げた結果、中央部に穴が開き、 浸水しながら転覆、沈没したと考えられている。船は全長12メートル、幅2メートル、深さ60センチメートル、30人乗りの向かい合わせに乗る形で、運営会社の天竜船下りによると、背中の部分にスポンジタイプの救命具を備え付けていたが、救命胴衣は装着していなかった。事故当時増水していたわけではなく、天候も特に荒れていなかったため、 先導の操縦ミスの可能性が高いという。天竜川下りでは、1987年5月にも、観光船が水面に出ていた丸太にぶつかり転覆する事故を起こしていた。今回の事故を受けて同社は2003年6月、従来のスポンジタイプの救命具の設置に加えて、大人を含む乗客全員にライフジャケットの着用を義務化した。注釈出店。 ありがとうございます。